よし。よいしょ。はい、おはようございます。うーやだー、熱はわかんない。ちょっと待ってね、測ってないけど寒い。それはないでしょ。普通に風邪だと思うんだけど。おはようございます。全然人と会ってないしね。ちょっと測ってみようかな。絶対熱がありそうで測りたくないんだけどさ。ありそうで怖いよね。寒気がすんで、すっごい今日寒いのかな、もしかして。緊急事態宣言を延長したら、だから延長になるって言ったじゃないの。前から言ってるでしょね。1ヶ月で それじゃんね。あ、全然ないっすね。全然ないっすね、びっくり。何なんだろう、この頭の痛さは。気のせいか。また気のせいか。何なの、この寒気と頭痛は。あ、地震来ないよね。あ、大きいやつ。でも今日までなんでね。今日まで4月なんで、ワンチャンね、今日1日あるんじゃないの？わかんないけど。疲れとストレスが出ちゃったかな。疲れとストレスが。疲労ってやつ？お家にいながら疲労って感じ？ふわっちリスワンおめでとう。それなんかね、あえこちゃんから聞いたんだよね、昨日ね。ちょうど、お家に帰ってきたぐらいの時にね、あえこちゃんから連絡あって、奈々ちゃん、ふわっちリスワン取れるわよってね。で、私もね、そんなん全然ね、興味がないんで、そのまんま配信しなかったらね、取れちゃったんだよ。競い合ってる日じゃなかったんでね、1万円ゲットしました。1万円もらえるの、その日の1日でね。
うん、あの短時間ですごいね。私いつつけたかわかんない。昨日つけた外部サイト、いつつけたっけ、昨日。あ、夜中のやつ。あー、はいはい。あれね。あれで1万円か。あ、外出てよかった。ね。うん、探しに行ってよかったわ。それで1万円なんでしょ。うん。まあ、いいんじゃないの。無駄じゃなかったね。小峠くん探しに行ったのね。うん。リスワン狙ってるぞとか言ってたの。いや、そういうつもりじゃないけどね。全然そういうつもりじゃなくて、普通に探しに行っただけなんだけど。まあ、終わりよけば全てよしよね。ふわってるポイント課金したことある、うん。でもそんなに、私はね、アイテムとか外部サイトはね、投げられないんで、あれって確か3万円、なんか、何ポイントから課金できるとかなんだよね、確かね。3万円から3万円貯まったら課金できるみたいな。うん。なんか全然見てない。いくら溜まってんだろうね。4万円ぐらい溜まってんのかな。こないだでもなんか、振り込みしたような気がするんだけどな。あ、ぽっこちゃん。さつまいもっこちゃんありがとう。かわいいね。よしよしよし。よしよし。かわいいかわいい。うん、外部と両方、まあそういうさ、リスワンとかさ、N ワンとかね、リスナーさんがね、あえても投げないやつだと別にいいんだけどね、めんどくせんだよ。パワーが出ないんだよ。ねえ、パワーが出ないですよ。めんどくさいんだよ。人生がめんどくさいって感じ。うん、もう気力がなくなっちゃった。ポップコちゃんお茶バク。ありがとう。かわいいね。よしよしよし。うん、通販の時、養分もコメントしてた。偽物じゃないなんて、ヨギママもいっぱいいるもんね。あれさ、絶対さ、ヨギママさ、自分で自分のコメントしてるよね、多分ね。うん、偽物風を装ってね、自分の宣伝をしてるよね、あれね。え？あれ、誰かにやらしてるか、自分で書いてるか、どっちかだよね。自演ってやつ？あ、ともりんちゃん、お茶ばっかりありがとう。かわいいね。よしよしよし。よしよし。最近、ヨギママと話した。昨日かなんか話さなかったっけな、確か。おとといか。うん。おととい話したわよ。あ、はい、ちゃんもかわいいね。よし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 。うん。でもね、いつも言うんだよ。私は、偽物ばっかでちょっと困るからさ、とかって。奈々ちゃんさ、偽物ばっか、来ちゃって困んだよねーってね、あれ誰がやってんだろうとか言ってね、ほんと困っちゃうとか言って、カッとか言ってね。ひでママはなんで貼らないの。あれはブリッジかなんかを取ったんでしょ。今まで入れ歯だったんだけど、それがダメになっちゃったんじゃないね。ゆりちゃん、あー、かわいいね。よしよし。うん、あ、昨日のラーメン買ってくれましたか？ねえ。あ、また余計なこと言いそうになってしまった。これを監視されてるんでね、次の日は。
やめときましょう。余計なことを言いそうになったんだよ。ただ昨日の商品は、まあ美味しかったよ。美味しかった、美味しかった。私はね、カレーライスがあったんだけど、8食品ってさ、大阪の古いレトルト屋っていうかさ、食品系があるんだけど、あれは美味しかったね。うん。あれも美味しかったです。あれも、みんな美味しかったです。奈々ちゃんの予言が当たる。なんだって流れちゃって、なんだってなんて書いてあったん？奈々ちゃんの予言が当たるように、ゼロワンか右ちどっちか彼女妊娠当ててんだよ。あ、妊娠当ててなかったな。それはあれでしょ、夢で見たってやつでしょ、先週、右乳くんでないわ。ゼロワンとエッチしてて、ね、夢の話だよ。エッチしてて、そのエッチしてる最中にね、クルちゃんがバーンって入ってきてね、ゼロワンとか言ってね、私妊娠しちゃったのってね。うん、っていう夢。うん。うん。普通に夢。だから右乳くんじゃない、ゼロワンくん、みんな、ゼロワンくんと右乳くんは全然違う人だからね。ねえ、乳とワンだから、乳とワン。うん。夢を覚えて、まあ、配信とかでこういうのあったよっていうのは覚えてるよね。話さないと忘れちゃうけどね。夢っていうのはさ、不思議でね。その、起きた時にメモとかね、人に話さないと忘れちゃうわけよ。うん。その時に一番いいのは、メモしとくことよな。うん。薬。ちょっとティッシュがないんだ。そうそう、指で息をつけるとくるっとないね。結構いいことだ。頭の整理するにはいいんだってよ。結構お偉いさん、企業のお偉いさんとかは、夢日記をつけたりとかね、するらしいよ、コロナいつ収束しますか？ 10 年後。こんなにみんなバカじゃねえの？ 1 年とかで収束するわけないじゃん。ね？ 10 年後ですよ、10年後。ええじゃなくて。ええー、とか何？舐めてんじゃねえぞ、コロナ。去年から言ってるでしょ？舐めんじゃねえぞと。人がバタバタ死ぬって言ってんじゃん。ね？みんな1年、2年にね、収まるわけないじゃないの。オリンピックも中止になっててね。緊急事態なんだか、今。コロナの弱点、そんなんは知らない学者じゃないんだから。ミミちゃんありがとう、かわいいね。よし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 。よし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 。まあ、経済の方がやばいんじゃないの？皆さん。ねえ、1ヶ月延長されるだけで、43兆円だっけ？なんか、そんぐらい、経済効果マイナスになってしまうと。ねえ。これから大不況がやってくるんでね。大不況が。皆さん、もうツイキャスなんか見てる暇はないわよ。稼いでこないと。え？私だって昼間ね、チャットレディやろうかと思ってんのがマジで、副業で。備えあれば、うるい年じゃなくて、なんだっけ、うるいなし？
俺副業しようかなって。それかなんかで、ね、ファミレスかなんかでウェイトレスやろうかなみたいな。憂いなし。どうすんのだってね、1ヶ月もしね、延長、延長、延長になってね。モンコちゃんお茶ばかりがとう。よしよしよし。どうすんの。ここはおばちゃんたちが多いからね、専業主婦の方も多いけど、旦那さんがね、の会社が潰れちゃってん。ね、共倒れよ。ババアもね。ん?うかうかしてらんない。共働きの方もいらっしゃると思いますけど。うん。そうすると、私も食えなくなると。働いてこい!もうコロナうんぬんじゃなくて、働きましょう、皆さん。意地でもね、もうね。ウォークよ、ウォーク。ん?今日も仕事。昨日ね、六本木行ったんだけど、まあ人はいないわな。都内はもうガラガラですね。もう車も帰りもね、スーッと帰ってきてね。本当にここは東京なのかしらみたいなね。いなさすぎて。まあちらほらね、飲食店とかね、コンビニとかは、ポツポツやってたけどね、営業は。飲み屋さんもうやってないだろうね、多分ね。うん、ああいうチェーン店とかさ、なんか牛丼屋とかさ、そういうのはやってたけどね。うん。そう、本当にないよ。昼間は逆にほら、やっぱりお買い物行ったりとかさ、ね、お散歩してる人が出歩いてるから、まあ人多く見えるけど、もう夜とかシーンって感じだよね。うん。ねえ、サイゼリヤは給料保証してるんだったらいいなぁ。いいな、いいなぁ。保証、保証。ねえ、10万円はいつもらえるかわかんないし。5月に本当にもらえるのかしらみたいな。やっぱやめたとか言われない?言いそうじゃない?日本は、ね。やっぱやめまーす、みたいな。ねえ。景気が悪いんでやめまーすみたいな。やっぱ税金の方を減らしまーすとかさ、法人税とかね。気まぐれだから。マイナンバーカードを持ってる人が、あんなん監視だよ。マイナンバーカードなんてね、国民一人一人にね、番号を与えられてね、奴隷かっつうんだよね。全部見透かされんだから、貯金からね、すべてすべてね、管理されんだから。日本軍隊方式ができんだからね、兵隊なんだからみんなね、刑務所です。通知カードじゃダメだね。私も通知カードしかまだ持ってないんだけどね。なんか役所に行った時に、だから住基カードと交換みたいなこと言われたんだけど、住基カードをね、まだ期限があるから、それで切り替えようかなと思っててね。まあだから申請してからはそうだよね。届くまでに1ヶ月ぐらいはかかるみたいよ、マイナンバー。ねえ、だからもう早めに作っとかないとね、もしマイナンバーにしたい人はね。身分証が必要な時どうしてる?怒鳴り散らす。こないだみたいにね。パスポートもね、免許証持ってないから、佐川の人にふざけんなって、泥棒かって怒鳴り散らすよ。なんで受け取れないんだって。ね、経験者は語る。みんな、お約束をお忘れになってませんか?今日。お話に夢中みたいですけど。ん?朝のお約束があるよね。ありがとう、ありがとう。
ありがとうございます。なんか頭痛いんだよね。ね、熱はないんだけど、すんげえ頭痛なんだけど、どうしよう。一応風邪薬飲んどこうかな。これは大丈夫なやつなんだよな。これは、入ってない。あ、これ、医薬だ。ごめん。間違えた。どこにあんだ？あれ？風邪薬どこ行った？これだ。これは飲んでも大丈夫みたいね。なんか、あの成分が。重症化しないやつだよね。そう、アセトアミノフェン系。これは、風邪の症状、喉の痛み、鼻水、鼻づまり、発熱、あと、頭痛とかくしゃみ、咳、痰とか関節の痛みとか、総合薬だよね。しのすけちゃん、お茶ばかりありがとう。かわいい。よしよしよし。これは1日、何粒だ？ 3 錠って書いてあるね。3錠。よいしょ。なおみちゃん、お茶ばっかありがとう。よしよしよし。なんか食べてから、でもね、食欲も湧かないんだよ。昨日食いすぎたから夜ね。ラーメン一杯。餃子5個。あと何食べたっけ？カレーライス、一皿。もう病気になっちゃうわね。で、本気食いしていいって言われたからさ、本気で食べちゃって、もう完食。でも昨日は、朝もやしちょこっと食べてから何も食べてなかったんでね。と、夜バーンと食べたやつだけだから。まあ、大丈夫かなって感じ。あ、そうだ、みたらし団子も食べたね。まあ、それを考えると、まあ、昨日は、食生活バランスはいいんじゃないの？フードファイターに路線変更したらいいね。それじゃ稼げんだったらフードファイターになるけどな。量は食えないんだよ。小峠くんと仲直りはね、するわけないじゃないの。あんなハゲと。ハゲの友達なんていらねえんだよ。もうね、うちは出入り禁止でございます。ハゲは出入り禁止というね、法律を作ります、うちで。ハゲは出入り禁止です。ツイッターで優しいツイートしてた、見た、リップで返してた。だからもう二度と食うなって怒っといたもん。ねえ。こんなさ、私のね、画像を盗撮しやがって、あいつね、勝手にね。寝てるとこをさ、どんだけ好きなのよって感じ、私のことね。どんだけね、こうね。このね。半分目開いてるから気持ち悪いんだよね、この顔ね。寝てんのか起きてんのかわかんないのね。ふわっちタクシー呼んで見てきました。いつもイベント応援ありがとう。今回の思い出はモンジョリのゴリラビンタでした。また遊ぼうね、だって。ざけんじゃねえ。何がゴリラビンタだよ。自分ね、ハゲガッパのくせにな。だハゲとこうね、猿で、なんだ？豚だしゴリラだしね、どっちなのって感じだよな。いっぱい動物が集まって動物の森かいつんの、ほんとに。
奈々ちゃんのことは好きって言ってたよ。リスナーが大嫌いだと。リスナーさんがあんなに嫌われてる理由は、あ、うちの？聞き捨てならないわね。私の愛するべきリスナーさんの悪口を言うんだね、そうやってね。あそこのババアガチャガチャうるさいと。タバコでも嫌われて。別にいいんじゃないの、みんな嫌われてもね。ここは平和だしね。好きなこと言える場所だし。ね、外で何言われようと。皆様は、私のリスナー様ですから。私が守ります。ね。私が皆様を守ります。もうそういうスタンスにしたから。そういうスタンスでやっていきます。好感度。ただね、今回、小峠くんをじーっと見ててね、私何気にこう、観察するタイプなんだけど、やっぱね、私が忘れてた、リスナーさんとの距離感の配信の仕方とかね、そういう、なんつうのかな、ラフ、ちょっと力を抜いてね、配信をするようなスタイルとかはね、ちょっと勉強になったわ。見ててね。それは、一緒に行って、すごい感じたね。あーって。この人は、こういう配信の仕方をするのね、ってね。ニオラちゃん、お茶ばっかりありがとう。よし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 。ね。そういうのはいいなぁと思って。いいとこはやっぱり吸収してってね。悪いとこはやっぱ直していくっていうね、感じの方がいいんじゃないかねって。どうね。んっ。数字があればなかなか大変よ、と。まあ、そういう問題じゃないのね、やっぱ。配信を始めたらさ、みんな0人がさ、みんな気持ちは最初は一緒なんだよね。そうそう。最初始めた時はみんな一緒なんですよ。奈々ちゃん見てたら元気出るって。私はあなたたちのせいで、どん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 太っていきます。何度も言うけど。あ、ダメダメ。そういうこと言ってダメ。ダメです。ダメです。落ち着いて。今日はにこやかに最後までね、終わるというね、心がけ。そう、人にすんのはね、もう終わりにしましょう。こそっとウーバーイーツしてたのに、でもあれからウーバーは一回しか頼んでないよね。あの、ラーメン頼んだぐらいでしょ。だからもうウーバーも終わり。ね。隠れてウーバーイーツを頼むの終わりです。自炊をしますんでね、ちゃんと。今日も自炊。明日も自炊。明後日も自炊。履歴。何履歴って。隠れウーバーとか。なんでさ、だってさ、ウーバーの履歴を見せなきゃいけないの。うるさいね、いち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 。なんなのその隠れウーバーとか言うね。怪しげなワードは。履歴を見せろって言ってたね。アプリ消したっつってな。なんで体重毎日毎日ね、見せなきゃいけないしね。ウーバーイーツの履歴も見せなきゃいけねえわけ。もうビリーブしましょうよ。ビリーブ。みんな信じてよ。私のことそろそろね。みんな、何のために見てんのよ。何のために見ちゃってるわけ？毎朝毎朝バカみたいに。ビリーブしましょう。信じることから始まると。いいじゃないの、裏切られてもね。信じていれば。
うん、いいの裏切られてもね、一度や二度、うん、信じてあげればいいじゃないの。いいから水、しつこいね。だから頼んでないっつうの。ラーメンをね、食べてから頼んでない、その前なんて。だってずっと一週間ちょっと私頼んでないでしょ。ずーっとあれ料理作ってたやん、三食を。履歴ってどこで見んだっけ、どこで見んだっけ履歴って。注文かな、以前のご注文。あら、これほら、ラーメンで終わってんで、ラーメンでね。これ、おととい。これは小峠くんと一緒に食べたやつだよね。うん、4月18日で終わってんじゃん。松の家、とんかつね。これはなんかあの、配信で食べたやつだよね。いや、消すことできないかな。何をおっしゃってんですか？嘘つきじゃん。履歴、なんでこれデータを見せてる嘘つきとか言う場合になきゃいけないの？ 4 月18日から、ね、ウーバー頼んでないっつうの。私個人のね。ん？だから一番上はラーメンだっつうの。おとといかな？お昼に小峠くんがラーメン食べたいっつうからね。家系ラーメン頼んだの最後。その前は18日で終わり。うん？いや、信じるも何もデータで出てんだ。信じるもクソもねえだろ。確定情報だろ、これ。うん。あ、そうそう、18日はあれだよ。出張ホストのりょうくんが来た時に、オードブルを頼んだんだよね。あと、なんだっけな。和風とんかつかなんか頼んだか。それが最後だから。うん。土曜日かなんかね。アプリを消したっていうのが嘘だろうって。だから、しつこい人たちね。ここに止まなかった。ここに当てたかった。ここに当てたかったね、ここに。失敗。ほっとけばいいよ、と。だから、その時、一回消したんだよね、私ね。ウーバーちゃんを消して、だから、小峠くんが頼みたいって時に、またダウンロードして頼んだんだよね。うん。もう必要ないなと思って消したんだよ、あの時ね。で、今日は何頼む？だから自炊をします、本当に。今日の朝ごはんのメニューは、ご飯なしのサラダと、味噌汁と、あとなんだろうね。何しようかな。トーストでもいいんだよ、トースト。パンがあるからね。うん、トースト一枚でいいやん。と、味噌汁でいいやん。スープ。クレアババアのスープでいいやん。あ、それプラスね、ナゲットもたくさんあるから、ナゲット、まあ、ナゲットだったらいっぱい食べてもいいよね。3個、5個、5個ぐらい？うん。野菜、スープ、パン、あとナゲットね。いいじゃん、バランス。それで目玉焼きかなんかつけてやればいいんだろ？サラダと。うん。ね。でも結構、お野菜とかね、ちゃんと取るタイプだから、私ね。もう体が、不思議なんだよね。ん？体が、あのね、欲するのよ。例えばね、あーってさ、食べたいなっていう時ない？なんか無性にね。それはね、体が、その栄養素が足りない時なんだって。例えば、しょっぱいもん食べたいなという時は、塩分が足りない。甘いもの食べたいなという時は、糖分が足りないってね。正直に食べてあげた方がいいのよ。体が覚えちゃってんね。栄養が足りないよ、つって。うん。
で、そういう時は甘いもの食べてあげたりとかね、吸収してあげないと体がぶっ壊れちゃうね。あんたは常に欲してるじゃんって。そう思う？あ？今日の私を見て何か気づきませんか？今日の私を見て。口が臭いとかね。やっちまった。こんなご時世なのに久しぶりにやっちまった。寂しさのあまりね、出会い系サイトに投稿してしまいね、昨日の12時過ぎぐらいね、ね、そう病気よ、あまりの寂しさにね、30歳の方とね、濃厚接触をしてしまいました。それで風邪をひいてしまいました。これはもう移ったかな、マジで。なんてこと。濃厚接触、一応ね、あのマスクとマスク着用とね、アルコールスプレーはね徹底したんですけどね、どこの人結構近所だったね、なんか溝の口って言ってたかな、すぐ近くだったね。だから連絡取って10分ぐらいで来たんで、ビューってな。普通っても仕方ない。早い早い。で、なんかね、お部屋にパッと入ってきた時にね、私の、まあ、このまんまだとね、部屋ね、パッと見てさ、あ、なんかやってんですかってね、いや、仕事なんですって。お家で仕事してんですよね。だってなんか YouTuber かなんかですかとか言われて。あ、まあそんな似たような類です。津田さん。あ、新しい iPad ですね。とかね。あ、iPhone 11ですね。とか、あ、カメラソニーですね。とかね。あ、ロジクールのウェブカメラですね。とか、バン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 言われたの。ってなんで知ってんのって、その詳しいねって言ったら、そういうの好きで、僕もこの間 iPhone SE 買ったばっかなんですよとか言って。で、まだ注文してね、届いてないんだって。共通の趣味ね。見た目なんかホリエモンをね、なんかね、痩せさせたような感じ。無駄に痩せさせた感じって感じだね。やった。で、なんかね、すごい、なんかお話ししたいタイプみたいな感じでね。あ、この人、あれだねって話す、なんつうの、話す人いないのかな、みたいな。で、なんつうの、普通に、今は、リモートワークというかね、お家でそうやって仕事してみたいなね。で、たまに出社してなんかこうやってるみたいな。そう。で、ここでちょっとお話ししてたら、じゃあ脱ぎますかとか言うの。お風呂入りますって。って、お風呂入ってこなかったのって言ったら、いやーってね、今こういうご時世だし、もう一回洗った方がいいかなみたいなね。みたいな。で、出る。いや、いいよって、私もね、お風呂入ったし、ってな。
じゃあ上行きますかっつってね、ベッドルームまで行ってさ、うん、そしたらさ、お互いね興奮しないわけよね。なんかね、私のね頭ん中にね居座ってんで、まだね居座っちゃってさ、いろんな人がね、なんかね集中できないんだよ。いつの話、昨日の夜そう、チラ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 で、あの顔を見たらね、なえんだよチンポがよ、すんげえないの、もうね全然興奮しないわけな。でもうほんとね5分ぐらいで、あれってね、あっちも気づいて、どうしたんですかって言われて、いやーってね、こんなこと初めてなんだけどってね。そしたら相手もね、なんかねへにょんってなっちゃってね、あれみたいな、いやこれ二人とも一緒だねみたいな、へにょってな。うん、それ相手に聞いたらね、あ、僕は結構ね、一回目とかは、そういうことあるんですよって、なんか、何回か会って、こうなんか燃えるタイプなんで、みたいな。まあ気使ったのかわかんないんだけどね。うん。だからまあそんなに、絡みはなかったんだよね。なんかお互いね、言ってもないし、手でちょっとね、触り合ったぐらいのね。そう、それが昨日の出来事です。でも、綺麗な方ですねって言われちゃった、30歳の方にね。うん、今まで、そうね、出会い系とかで会ったけどってね、こんなおしゃれで綺麗な人は初めてかもしんないです、みたいな。話も合うし、みたいな。また会いたいですって言われた。嘘。え？そう、昨日のメイクのまんまね。だからもったいねえなと思ったら、帰ってきた時にね、あ、今日メイクしてるからなんかもったいねえな、みたいな落とすのね。ちょっとね、ハッチ君とも別れちゃったし、ちょっとワンチャン捕まるかしなと思ったらね、速攻捕まっちゃったんだよ。うん。お上手でとね。ただ今こんなご時世だからちょっと気をつけないとね。うん？濃厚接触は。こんなご時世ですかね。なんかリモートセックスっていうのを やろうかなみたいな。え？じゃあ、会ってはいるんだけど、2メートル離れてこっちから指示を出して、リモートセックス。なんかこう見ながら指示を出してね、お互いにやるみたいな。マスクと手袋を着用して防護服とか着てね。で、防護服のちょっと穴を開けてね、そっからチンポ出してもらってね。うん、それを見ながらこっちもリモートでやるみたいな。いや、ビデオ通話だとつまんないんだよ。なんか、ねえ、ビデオね、スカイプ、エロチャだっけ、なんだっけ、エロイプとかあるけどさ、なんかね、つまんないんだよね、あれね。もうカメラアングルを気にしちゃうんだよね。なんかね、角度とか、足が見える角度とかね、集中できないので、そこばっか気にしてね、アングルとかね。ああね、もう私は一人になってしまったんで、ね、ガンガン行くわよ。ね。好きじゃないときっと無理なのよと。いやでもさ、ね、なんとかこう、ね、頭ん中にね、ふら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 いるかな。ね、それでね、すり替えてね、そっちの方向に持ってこうかなと思ったけど、無理だったんだよな。立たなかったんだよな。うん？なんか頭の中にいるから、ね、どかそうと思ったんだけど、どかないのよ。ずっといるのね。だからそれを使ってやろうかなと思って、ね、逆にね、
オーバーしてやってさ、オーバーフューチャーじゃなくて、インスピレーションをね、そっちに抱かれてるようにね、考え直そうかなと思ってもダメだったんだ。ね、どっちが頭のない猿でさ、猿ハゲの方だよ。そう、私の頭の中の消しゴムじゃなくてね、私の頭の中のハゲだよ。もうハチ君ってね、全然出てこないからね。いやね、一瞬も出てこなかったからね。エッチなことしてんのに。どっかへ飛んでっちゃったよね。バナナかなんか探しに行ったのかな、飛んでっちゃってさ。浮気症だわ、だらしないし、嘘つきだし、都合いい、男女使い分けいいとこないって。それ全部私のこといいって言ってるようなもんじゃん。こんな自由なオカマいる？ん？オカマこそ自由あれじゃないの？男でも女でもないんだからさ、これをね、自由に使ってさ、それもうフリーなんだが、私はね。自由なんです、今。皆さん、自由を勝ち取った。みんなはね、家庭に縛られて、旦那、ね、子供に縛られてるから、私は一人ぼっちだから。フリーを宣言してる、今。いいな。フリーっていいな。人に迷惑かけない程度に自由に来たりでしょ、直太の、今日はね、木曜日だからゴミの日だからちょっと生ゴミ臭いんだよな。ゴミ出しと朝ごはん作って、あとミリオンヘアがな、予定としては。36歳でフリーのをかまって羨ましい？これなんて書いたんだ、なんて感じだ、羨ましがられる、うん、羨ましい、どういうこと、だって孤独死がどうのこうの言ってるけどね、それはみんなにも言えることじゃん、フリーの人はね、そうじゃん、孤独死がどうのこうのとかね、まあ、死ぬときはみんなね死ぬんだよ、うん、女死ぬ時のことなんてね、考えてもしょうがない。死ぬんだから、どうせみんなね。みんな同じレールに乗って、死にね、おぎゃーって生まれる時からね、死に向かってんだから、同じ方向にみんな向いてんねん。うん？同じなのよ。うん。そうだよ。そうだよ、死ぬ時は一人なんだ。悲しくなる。だから、ね、謳歌しましょうっつってね、人生をさ、悔いのないようにね、好きな人に、まあ、愛を語ったり、ね、やりたいことをやってね、やったりとかさ、死んだらどうになると思う？私は無だと思うけどね。死んだら何もないです。真っ暗。無。無でございます。ほんでね、生まれ変わりとかないです。無でございます。しろね、どうだろう、ちょっとへっこんできたかな、昨日の効果が出てきたかな、くびれが、どうだろう、
最近まで生まれ変わって女になって小峠とどうのと言われたのに。どう考えてもさ、女に生まれ変わるわけないんだ。だから、豚にしか生まれ変わんないんだ、次は。え？どうせ豚だよ、次は。家畜の豚だよ。みんなに食われんだよ。ローストポークかなんかだよ。え？それかね、無理やりね、お尻の穴からね、なんか、香辛料とかぶち込まれてね、中国かなんかでね。中華料理かなんか円卓にさ、ダンって出されるよ。細切れとかにされてな。そう、ネギ引いて丸焼きだよ。ねえ。あ、でもなんか中華料理食べに行きたいな。ねえ、中華街かなんかね、ちょっとね、食べ放題とか行きたいよね。あ、ちなみにね、昨日ね、なんか私ね、ネタでほら、ジンギスカン食ってたじゃん、朝ね。昨日は、ジンギスカンの日だったんだって、子牛の日ってね。夕方もちょっとそのお話したんだけど、たまたまね、ジンギスカンを食べる日だったんだ。中華街美味しいとこある。いやーでも、中華街はね、まあ当たり外れはあるけど、まあそんなにまずいとこはないよね。まあ高いとこ行ってれば問題ないんじゃないの？有名なとことかね。行列ができてるとことか、有名なとこ入れば問題ないかなって感じ。あとテレビ出てるとことかね。ただ、匂いとかが、あの匂いが嫌だとかね。中華料理って結構匂いあるのあるじゃん。あれ匂いがダメとか、豚の匂いとかね。油の匂いとか。そうそう。あ、そう、八角の匂いとかね。私もあれダメなんで、八角。すごい匂いで、なんかお薬みたいな。なんつう、独特な匂いだよね。なんかあの、パクチーとかさ、あと、なんだっけ、あの、海外の醤油みたいな。あの醤油も大っ嫌い、あの、なんだっけ。醤油みたいなのあるじゃん、匂う醤油。そうそう、魚の醤油みたいな、そう、あ、ナンプラ。ナンプラもうダメ。なんか臭すぎて。でも、パクチーは、あれなんだってよ。あの、食べれる人と食べれない人がいてね。それは遺伝子によって、マジ？早くない？最近。充電フル満タンなのに、ロックダウンされたな。だから女性の方がパクチーを食べれる遺伝子が多いんだって。パクチーは、あの、女の人が結構食べる。男は少ないんだって、その遺伝子がね。おはようございます。ちょっと、マジ、もうぶっ壊れてるじゃないの、これ。ちょっと、この間、熱さまシートもらったから、ちょっと貼ってみようかな。もしかしたら熱暴走かもね。違う、カメラがさ、熱、iPhone とかでもそうだけど、熱を持っちゃってっていうのもありえるよね。これを。貼っとけばね。いや結構ね、配信者は熱さまシート持ってたりする、夏とかね。あ、熱暴走しちゃうから
みんなが、iPhone とかに貼ってね、外配信したり。必要なもんね、必需品ねんね、配信者には。うん？そう。夏とかは、こうさ、自撮り棒？こうやって自撮り棒あるじゃん、こうね。コード持って、ここに携帯を貼るんだけど、この間とかに熱さまシートを入れてね、この隙間にね。それでこういう風に配信してみんな。そうそう、便利。結構ね、ヒューって熱冷ますんだよね。リア凸に来た配信者が亡くなったらしい。それでヤンササさんのことじゃなくて、もうなーちゃんリスナーの。え？ヤンササさんじゃなくて、それとも、おにぎり食べた人かな？亡くなった方っていうの。ねえ、私もヤンササさんはちょっとびっくりしたね。結構何回か会ってよくしてもらってたからね、モーナーちゃんリスナーで。すごいね、気さくな感じの方でね。なんか前日ぐらいまで配信をしてたらしいよ。モーナーちゃんリスナーで、配信もしてる方だったんだけどね。よくほら、モーナーちゃんとかのイベントとか私出させてもらってんじゃん。その時に、会ったりとかしてたんだけど、急だって、急。まあ、持病は多分あったんだと思うんだけどね。でも、毎年毎年、ほら、配信者とかそういう風にね、訃報とか、お話聞くんで、やっぱりね、去年とかは、ねえ、いらっしゃったじゃないの。ねえ。末期の大腸がん？もうあれなんだろうね、末期だから、もうそのままほっといたのかな？治療もせずにね。まあ大腸がんっていうのはどうなんだろうね。結構苦しいのかな？男性で大腸がんって珍しくない？そんなことないでしょ。男性で多いのはどこなんだろうね。がんの部位としては。女性はまあ子宮とかさ、ねえ、おっぱいのとことかね、よく検査するけどなりやすいからね。まあ男だったらまあ前立腺とか肺がんとかタバコ吸う人とかね。男性で一番多いのは大腸がんなんだ。そうなんだ。でもがんはね、亡くなる方たくさんいらっしゃるからね。なあちゃん普段どこで寝てんの？ソファー上です。お昼寝は下でね、お昼寝は下で、本気で寝るときね、夜とかは上、ちゃんとベッドでね。だから小峠くんがいるときは上で寝たり下で寝たり一緒に寝たりバラバラだったけど、基本は熟睡するときは上かな。そう、本気で寝るときね。だから昨日来た男の子も言ってたよ。あーって、おしゃれなお店じゃない、おしゃれな家ですねって、ここ家賃いくらですかって言われたから、いや10万円だけどって、ってすごいおしゃれですねって。結構ね、来る方を何の言うんだよね。おしゃれでもここ15年だからってね、15年経ってるからって、いやーでもいいですよねって
で、ロフトも広いし、って、これロフトじゃないんだ。